よし、アスカ待て、座れ座れ座れ、そう待てよ、はい行こう、あとあとあと、はい、ということでね、福
福岡県のね、猟奇、イノシシ、まあ、鹿もそうかもしれませんね、鹿はちょっとよくわかんないんですけど、まあ、いずれにしてもですね、福岡県ね、イノシシの狩猟期間、4月の15日までですね、今日はね、まあ、ラストチャンスということでね、狩猟にね来ましたね、僕とアスカだけですね。でいつものね、ところに、まあ、実は、まあ、行ったんですけどね、そこは起こしたんですけどね、もうちょっと遠かったですね。もうちょっとどうにもなんないような感じで、ここどうしてもね、来たかったんですよ。だいぶここ自体入ってないしですね、まあ、どんな地形だったかっていうのを確認も含めてどうしても来たかったんで、2ラウンド目はねここと、でここはまあ足はちょっとあったけど全然やったですね。ちょうど畑されてる方がいて、聞いたら最近見らんよとかっつって言ってたんで、実際やっぱり山入ってみたら、まあ、確かにそうだなって感じでしたね。ちょっとこう惑わせるような感じ、足があるところにはバッてあるんだけど、ないとこもうほとんどないみたいな感じですね。やっぱこの時期の狩猟、有害鳥獣駆除はちょっと難しいですね。とにかくね、取れない、止まらない、ね、カルビーのカッパエビセンじゃないけどね、でやっぱね、どうしてもねこの時期となると孟宗竹ね、そこにこう吸い寄せられるんですよね。それはイノシシもそうですけど、僕たち漁師がね吸い寄せられるんですよ。やっぱタケノコ掘ってんじゃないかと思って、で来たらやっぱりタケノコ掘ってて、やっぱ期待は膨らむんですよね。それも昨晩掘ったんじゃねえかっていうような新しい掘った跡とかあったら、やっぱそれに惑わされるんですよ。それでやっぱ期待していって、ちょっとね捕獲できないとか、そういうのがやっぱ多々ありますね。やっぱ難しいね。本当はねこれで帰るところだったんですけど、もうただね歩きだけでねつまらないんで、ちょっと時間をしちゃうんですけど、あともうちょっとね隣のまあ漁場行ってみようかなと思ってますね。はい、きついけどねこのまんまでなんか終わるっていうのもな、なんかまあもちろん有害があるんでね、有害ではまた来れるんですけどね、単独でね、まあ、狩猟はもうちょっと今日が最後なのでね、なんかこうグッとくるもの、取れなくてもいいけどグッとくるようなものがやっぱ欲しいなと思いますね。うわ、まあ、最悪やん。あんたこの間シャンプーしたばっかりばい。うわ、もう行けって、もう行けって、うわ、もうバタバタすんなって、はい、ゴー
もう早く早く